教えてくれてる。大丈夫？わし教えてくれ。早く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 して。いいさ。樽より下？待って待って待って、本当に樽ってどこにあんの？あご覧の皆様、ごきげんよう、エミでーす。さあ、本日、エミオンリー配信は、バイオハザードビレッジ DLC シャドウズ・オブ・ローズやっていきたいと思います。前回からだいぶ日が空いてしまったということで、ローズはね、果たしてイーサンと出会えるのか、続きをやっていきたいと思います。逃げ帰ってきたんだよね。あの銀の仮面を見つけて逃げてきたところだ。こっちには進めないのかな？あ、進めるじゃん。あぶね。あ、おー、絵画。そういえば絵画の謎解けてなかったですね。あ、もうこれは帰るだけですね、あとはね。よし、帰りましょう。で、銀の仮面はめて絵画の謎を時に行きましょうか。もうここに用はないので、この絵画のところに戻りましょう。うわっ、ちょっと待って。しぶといウサギですね。まったく、もうこれ以上好き勝手はさせませんよ。なんだよ、なんか音がするんだけど。待って、出てきた出てきた。やば、これすり抜ける感じ。ちょ、やばい、すり抜けられなかったんだけど。すり抜けられなかった。ちょっと、本当にやめて。抜いてください。うわ、めっちゃいるやん。相手にせん方がいいよね。いいじゃん、弾は。おい、ここ来ると話しかけてくれたじゃないか。弾くれ。とりあえず、銀の仮面をはめましょう。次はこれかな？ OK。あとは金の仮面はめれば、この浄化結晶が取れるんでね。とりあえず絵画開けに行きましょう。あの絵画の謎が私いまいち分かってなかったんですよね。捕食者、食べる方と食べられる側で並べるってことですよね。こっちが羊でしょ？狼。ってことは、こっちが食べられる側かな？え？ちょっと待って、一回全部取りましょう。これも取れない。あ、これは取れないんだ。蝶が食べられる方。あれかな？蜘蛛の巣とかに、蝶がいたり、なんか囚われてたりするから。で、あとはこっちが食べられる側。ヘビとカエル。ヘビってカエル食べるのかな？ヘビが何を食べるか知らんけど、でも多分カエルの方が弱い気がする。そうですよね。ヘビ食べるの、ヘビが食べる方。当たってる。オッケー。あ、いた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 。これどういうつもりで作ったの？イーサンの時はね、また違った謎を解いた気がしたんですけど。何？よし！三つ目紋章の鍵。オッケー、金の仮面。お、これ結構サクサク進んでるんじゃないですか？あと1時間ほどで終わる予定なんですけど、本当に終わるのかな？私がね、方向音痴なので、正直行ったり来たりが多くなると思うんですけど。よし、ショットガン手に入れられる。よかったー。やったよ。楽になるでしょ、だいぶ。とりあえずさ、でも進むところあとどこ？あ、これだ！中庭に戻ってからだ。やだなぁ、もう。倒そうかなぁ。でも、こ
ここアイテムないから倒す必要性がないんだよな。避けて避けて、うまいこと避けよう。オッケー。ここでしょ。この辺の扉、こっち。オッケー。よし。え？あった。違うのよ。どれで、これだ。ちょっと期間が空いてしまったので、何ボタンで核を壊すのか忘れてしまっている。花がの玉だー。核が。これ届かないよね、この距離ね。あ、登るんか、これ。届く？届いてなくね？届いてないよね。え？なにでも登れって感じでしたけど、こっち側か先に。ホワイトセージだ。なんかある。薬液。上から先行ってみようかな。届かないんよ、核が。お、アイテム、ガンパウダー。めちゃくちゃアイテムあるじゃん。やったー。上から核を壊すんかな、先に。このなんかいっぱいある、これは何？でも絶対これ足場なんだよな。そうだと思いません？絶対足場だよ。この黄色いテープというか、だいたいバイオハザードシリーズって、撃つものとか、撃ってもしょうがないと思うんだよな。撃つものとか乗れるものって黄色いああいう、ヒントがあったりするので。あそこにあるのって仮面？お前よ。多少近づかなきゃダメってことかな。死んじゃうのよ。届かへんのよ。え、何これ、どういうこと、マジで。もしかしてまだ核あったりする？ちょっとちゃんと核をたどってみようか。あれ一つ核でしょ？で、足場となる核。え、あるじゃん！もう、ちゃんと周りを見て。ちゃんと周りを見なさいよ。すいません、本当に。え、出てくるの？そうでしょ？出てくるん。待って、パイプ爆弾があったはず。パイプ爆弾。うな。死んないんかい。パイプ爆弾なくなったぞ。もう嫌や。これ足場落とすたびに増えてくんの？もう一個増えるじゃん、そしたら足場。お、いたの？あるね。もう一個核見つけたいな。あの足場の核を見つけたいな。もう届くんじゃない？届いた。オッケー、届いたじゃん。え？もう一個足場がね、あるからね。それを見つけないとだ。もう一個。核どこだろう。あ、あれだ。やっぱ上からだ、あれ。なるほど。あった、上に。あった。え？待って。上にさっきいらっしゃらなかったのに。なんでいっぱい出てきたの？やめてくれよ。あ、で、ハーブ拾ってなかった。危な。やめてー、ディメンター。もう一体いるんよ。
もういないね。めちゃくちゃ増えたじゃん。オッケーオッケー、取れるようになってるね。ちゃんと道になってたよこれ。オッケーオッケー。取ったら絶対に来るな。ダッシュして戻ればいいんかな。オッケーオッケー。いや来るな。やった。後ろ危ないよきっと。あ、怪我した。こんな時にやめてよ。え、捕まった。捕まったんやけど。ここはどこ。さあさあ、目覚めの時間ですよ。残念でしたな。あの結晶を手に入れるまであと一歩というところでしたぞ。さすが本物は実に生きがいいですな。特別なウサギを簡単に殺してしまうのはもったいない。もう少し楽しませていただくとしましょう。そんな顔しなくても大丈夫。簡単なゲームをするだけですから。脱出につながる核はごくわずかしかありません。さあ本物がわかりますかな。え、さあカウントダウンを。本物の核飲み込まれてしまいますね。全部やればいいってこと。どうやって見つければいいの。教えてくれてる。大丈夫。早くもう少しきちんと見極める。場所教えてくれ。早く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 して。イーサン、残り時間は2分。イーサンか知らんけど、マイケル教えて。樽より下、ここより右。え、樽、樽ってどこにあんの。そもそも樽左下、これか。樽より下。樽ってどれ。樽って何。樽って何。待って待って待って、本当に樽ってどこにあんの。あ、樽より下、樽より下で左って書いてあったな。あ、ちょっともう一回言って。ここより左で樽より下だ。樽より下だから これのどの辺かじゃない。残り時間は1分。お、よくありませんな。いやもう時間あるから下のやつ全部やっていけばいいんじゃない。やった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 。え、まだあんの。ネクストワン。嘘嘘嘘。え、暗がり奥、暗がり。あ、ちょ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 、暗がり奥、暗がり、あ、あ、後ろの方、何なのかな。暗がり奥。ちょ、やばい。あ、一個だけ壊せばいいんだと思ったら絶対間に合ってないやん。これ全部かな。あー、